今度ね、うん、12月のそのトーナメントで、うん、ショートホールをね、ライブ配信しようかなと思って、はいはいはい、もしかしたらここのホールかも。あら、結構ここ距離ありますよ。今日ピンって前で160。そう。それか、アウトの後半の方の。ここいいんです。16番。うん。はい。じゃあ5番ウッドでチャレンジします。4番の方がいいかな。160。バンカー入ったら入ったの。これ怖っ。右だ。やばい、これはいけな、きっと。もうちょいだったっすね。もうちょい左狙ったらよかったね。よかった。右に行くと池が広がってるので、さっきからちょっと右に行きがち。しっかり長いっすね。160、手前160だから。もうちょっと、センターで175。もうちょっと短いとこがいいな。どうせだったらなんかバンバン乗ってどんどん ね短い方が見てる人は面白そうだね。130。ああ、最初のね、うん、あのぐらいの距離は面白そうですね。ね、みんなでもあれやん。35入ったらパーまた下りのパットが、下りのパット、ライター3パット。やった、戻りました。そう、ここでライブ配信かなと思ったんだけど、トーナメント、はい、ちょっと距離がありました。170ぐらいある。ああ、でもいいんだ。どうなの、売店もあるから。でも候補としてはここかなって、うん、ライブいけんじゃん。ああ、5G 少ないかもかもしれないな。にゃー、やっぱ早い。よし、上からのパッドでやっとスリーパッドしなくなりました。よし、よし、復活です。多分そう。よかったよかった。すごい。笑ってる。見てる。モノマネのレパートリー増えますか。分かんない。ゴルフ場のカモノマネ。見てるでしょ。皆さんもぜひ。
簡単です簡単です。あ、なんか池がある。あ、本当だね、うん、池越えですね。届くかな。これで200ですよ。無理じゃない。なん結構ありそうだね。うん、右バンカー方向で。あ、いい。いけるかしら。いけそう。ちゃんと打てばね。止まるよこれ。いいんじゃない。近そう。どうでしょう。うまい。どうでしょう。ってことは私は45なんです。そこで55。そしたらちょっと薄いから心配です。やばそう。やっぱり危ない。危なかったですね。ダフりかけてました。おお、近いね。入れパン。私ももはやワンペナみたいになったらさっきの。せっかく息出してきたんで。見えるかな。いや。内側だよね。内だね。距離でね。そうそう。そっか。ミスです。でもこのトップスタートいいね。いいね。今の時期まだ全然寒くないから。そっか、そうだ、ね。冬はきつい。冬はそうだよね。カチコチじゃないのグリーン。そうかも。冬はきつい。だって結構柔らかいもんね。柔らかい。でもさ、まだ11月でこの暖かさなの。うん、気が出ればね。うん、もう暖かくて冬がさ、暖かい。
あれさ、海鮮物がさ、それなりに作ってたよ。そうなんだ。海とか。あ、そうなの。あと、マグロもどん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 北の方に行ってる。浅め方に、うん、上に行ってる。そう。美味しいものが食べれなくなっちゃう。高価になったけど。そうだな、うん。野菜も高くなってるって。そうだね。あとガソリンか。ガソリン高くなってるね。ガソリン高いってなったことなんか何でも高くなってるよね。カート道ぐらいまで落ちてきた。そう、ぎっくり腰になりましてね。ぎっくり腰になりまして、運動してこう左腰を、うん、耐えないで、うん、スンってやってる、うん、やってるから行きたい行っちゃ う, そ う, ちゃう踏ん張れないってやつですか、うん、耐えれるんだけど耐えて痛くなってないじゃん。腰痛めやすい。なんか昔ぎっくり腰なってなんか久々に何年かぶりぐらいになったんだよね。あら、そう、ストレッチしないでやったとか。それはあるよね。準備運動、準備運動しないとね、やっちゃうよ。やっちゃうよね。そうなんだよね。でも今までさ、ずっとストレッチしないでゴルフしてたじゃん。あ、そっかそっか。そう、でもなんなかったんだけど、多分。あ、そうだ、ちょっとジムの時、ジムの時。あ、ジムね。うん、ストレッチしてからちょっと重たいものをそうね、確かに。そうです。うちのジム30分しかさ、やんないからさ、うん、あれしないんだよね、ストレッチ。じゃあ家でストレッチしてから行ってください。はい、わかりました。お、ギリギリ。あ、抜けてんじゃん。タイトン抜けた。まあこれは左目にもう多分190ヤードぐらいあるね。こぶ感じで。危ない。やばい。あ、大丈夫。大丈夫だ。見えないけど、バスで止まってるんじゃないですか。大丈夫かな。この左の真ん中の木の方向を狙いたいです。右に行ったら次エンド。おぉ。いや、あんまりちゃんとフィニッシュ取れなかったけど、あ、多分落ちどこ見えなかったけど、オッケー。ちょっとギリギリかも、クラブが100あるかな。そしたらこのクラブじゃ届かない。まあ、いっか、5-2でとりあえず打ってみます。ここで93。絶対届かない。頑張って飛ばす。止まらない。見えない。頑張ったけどね。やばかったよね今。打ち方キモかったよね。めっちゃ頑張って地面反力みたいなのやったんだけどダメだった。左足スッってやつ。それがやりたかった。いや、そういうつもりなかったんだけど結果的になっちゃったんだ。あと、たぶんつま先下がりね。あと、やっぱ腰をかばってこう。60ちょいあります。 S フォロー。あ、ダフったよ、お前。あ、よさげじゃん。転がってんのね。
と。いや、余計なことしないます。登ってるから強引にして転がそうかと思ったんですけど、やめます。58で打ちます。やっぱ強引だったかな。確かに、うん、そうだね、うん、私入れてない。私は結構入れてる私結構果敢に攻めたから、そうだね、それでバンカーには入ってしまったんです。スタートは10時27分はい、うん、距離がね、あんまり長くなかったよね。そうだね、今はそこまで、うん、パンパイプがちょっとしっかりだったんですね。確かに確かに、うん、もうちょっとなパー取りたいですねダフォじゃなくてグリーンが少し読みづらい気も。あ、そうだね、それはあるかもしれない。はい、結構バンカーのこのバンカーの盛り上がりがグリーンに効いてる感じする。あなるほどね、それあるかも ね、はい、はい、ということで後半も頑張っていきたいと思います。はい。